皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、ちょっと気分転換でカラコン外して裸眼で撮ってるんですけども、いかがでしょうか。なんか自分で違和感しかないんですけども、やっていきます。今日は普段と違って振り込んだ話をしたいなと思います。どんなことかというと、ここ最近コロナウイルスで大変じゃないですか。いろんな方が影響を受けて、職業もそうですけども、人の動きもで、ここ最近学生の方が多いのかな。私のインスタグラムにですね、 DM で YouTuber の人はコロナウイルスでどんな影響を受けますかっていうメッセージを何個かいただきまして、YouTuber って言ったら、どっちかっていうとロケをやる系の YouTuber じゃなければ家の中で仕事ができるじゃないですか。なので意外とそのコロナの影響はあんまり受けないんじゃないのっていう感じのトーンで DM いただくんで、今私が受けている影響を話していこうと思います。参考になるかわかんないですけども、皆さんがこんな感じなんだと思っていただければと思います。まずですね、ポイント分けで3つに分けてお話ししていきたいんですけども、まず1つ目が再生数激減します。これはですね、単純にお前面白くない動画ばっか出してるからだろうみたいな、そういう声もあると思うんですけども、YouTube 全体がですね、今コロナウイルスで、お家で過ごそうっていう流れで家で過ごす方が多いので、自然とですね YouTube を見る人が増えるわけですよ。で、1ヶ月ぐらい前なのかな、 YouTube 側からその公式のアナウンスで、 YouTube 見る人はだいたいそのデフォルトの画質設定がめっちゃ落とされるみたいな、サーバーの負担を減らすために、で今まさに外に出る人は減ったじゃないですか。なので YouTube 自体が重いっていうこともあって、私だけではない、他の、ツイッターでお話聞いたところだと、ジェット大輔さんとかも有名な YouTuber さんも、同じように YouTube の重さによって再生回数が激減してるみたいな。で、私で言うとだいたい3分の1ぐらいに、ここ最近急激に激減しました。もうすごい不安なんですけども、もう耐えるしかないかなっていう感じで今やってます。もう出した瞬間に、YouTube って管理画面みたいので見れるんですよ、 YouTuber が。なんかグラフで先月の平均再生数みたいなのがこうやって出るんですよ。今月だとこんぐらいですみたいな。ほんとこの幅がすごいんですよ。で、 YouTuber ってこういう動画はこんぐらいいくだろうなみたいな、ある程度その予測しながら動画を出すと思うんで、ある程度その自分の中で今日はじゃあこのぐらいいけばよしみたいないう範囲がもう全然届かないの。こんぐらい OK ラインだとしたらもうほんとこんな感じみたいな、メンタルとの戦いみたいないう感じです。そして2つ目、こんな笑ってる場合じゃないんだけどな、少しでもね笑顔でいなきゃいけないと思って、はい、2つ目がですね、広告単価の激減です。皆さんご存知の通り、 YouTuber って、命綱である1再生何円っていうお金が入ることで、それが収入となって生きてるわけですよ。それが仕事なんで、その広告単価がガーンって、私で言うともう4分の1ぐらいに落ち込んでますね。なので例えるならば、一流企業の課長さんクラスになるとさ、40万円50万円っていう月収じゃないですか。そういう方が10万円以下ですみたいな、そんな感じになるわけですよ。ではですね、なぜ広告単価が激減してるかについて、私なりのあくまで推測ですよ、お話ししていきます。まず私の広告単価、今もう4分の1以下ぐらいになってるんですけども、その減った理由、それは一つが再生回数が激減したことっていうのもあると思うんですけども、やっぱりさ、今コロナの影響で外に出る人とかも本当減ってるじゃないですか。でそんな時に、例えば旅行会社の CM とかで、何々の国に飛行機乗って行こうみたいな、ツアーがやってるよみたいな、そんな CM 出したって誰も行かないじゃないですか。っていうことは、そういう広告減っていくし、企業さんもコロナの影響で今あんまり動けない状況になってるじゃないですか。そんな時に YouTube に企業は広告を出さないですよね。出さないとどうなるかっていうと、そもそも私たちの動画って動画見る前、途中、終わった後みたいな感じで、ポンポンポンって広告出てくるじゃないですか。その、例えば一つの動画に広告3個4個出るとします。そのうち1個しか出なくなるよみたいな、4社の広告が出るはずが、だってね、広告出すお金なんてもうこんな状況に出してらんないよって言った企業さんたちが減るわけだから、本来私たちは4つぐらい広告出したいのに1社しか広告出ないよねみたいな、そういう仕組みですよね。それは仕方ない。他の職業の方もめちゃめちゃ大変だと思うんですよ。それは同じだと思ってるんで、仕方ないつもりではいるんですけども、 YouTuber ってさ、カメラの前に立ってイエイみたいないう感じで、どっちかというと元気な姿を見せた方が視聴者も見たいって思っていただけるし、なのでその人の状況がよくわかるじゃないですか。もうダイレクトに伝わるから、カメラにガーンって落ちてる状況で、今日も頑張りますっていう感じで
やるのがもう結構メンタルくるぞっていう。今は大丈夫ですよ、今は私まだ大丈夫です、全然頑張りますっていう感じなんかわかんないけども、これが 2,3 ヶ月とか続いたら、私3ヶ月後笑ってるかって言われたら笑ってないよねっていう感じですね。今はもう視聴者さんのコメントとか、うん、グッドボタンとかもいろいろなことに支えられてるんで、本当もうそれが唯一の救いっていう感じです。世の中助け合いですからね。3つ目なんですけども、まずその今の1つ目と2つ目話した通り、この状況からすると、まあ、他の YouTuber もちょこちょこやり取り、まあ、連絡で言うんですけども、むしろ動画出さない方がいいよねみたいな、なんかもうそういう風になってるんですよ、私の周りでは。確かに出しても普段の4分の1以下しか、まあ、いわゆる収入が入らないと。で再生数とかも、まあ、YouTube のサーバー自体がもう結構重くなってるから再生されづらいと。ただね、動画の再生数が落ちる落ちないってその人それぞれらしい、全然影響を受けてないですよっていう YouTuber さんもいるんですよ。だからちょっとそこはね謎なんですよね。私はすごいダイレクトに影響を受けてるんでちょっとわかんないですけども、はい、だったらもうその出さない方がいいよねってなるじゃないですか。まあ、考えようによっては今無理に頑張って作った動画を出すよりかは、その事態が収束した後にその YouTube のそのサーバーとかもそうだし、あと広告単価も激減してない時に出した方が、今出すよりかは落ち着いた時に出した方が自分にとってもいい方向に動画の結果が出るよねってなるじゃないですか。でもまあ一個人の考えですけども、私は動画を止めずに出し続けようと思っております。まあその理由は2つあります。まず1つ目が、まあ今世間がこうなってしまっているじゃないですか。もう本当日々なんかストレスなニュースとか多いし、私もすごい嫌なんですけども、見なきゃいけないと、現状を理解しなきゃいけないし、まあ、そんな中で視聴者さんって、まあ、少なからず私のチャンネル、まあ、他の YouTuber さんもそうなんですけど見てくださってるじゃないですか。で例えばですけども、コロナの影響で YouTuber も再生回数も広告単価も低いから動画出しませんになると、視聴者さんせっかく見に来てくれたのに動画見れないし、あとはこんな時なのに私たちのチャンネルに見に来てくれた視聴者さんに対して、まあ日々視聴者さんに動画見てもらって YouTuber って生かさせられてるんで、今だからこそ視聴者さんにできる恩返しなのかなみたいな、まあ、ちょっと気持ち悪いと思われちゃうかもしれないですけど、いや別に媚びてるつもりはないんですよ。で純粋にそれは思ってて、世間がこういう雰囲気になってるのにこっちまで自粛してたら、なんか YouTuber やってるやりがいがないなって私は思っちゃうんですよね。やっぱ好きなように動画を投稿できている側だからこそ、まあ、今世の中の逆風に乗って、まあ、ビビたる力しかないですけども、この世の中の暗い雰囲気を紛らわさせられることができたらなと思って、だからあんまり世の中のムードに合わせた動画を、まあ、出すのも大切ですよもちろん、でも世の中の暗い雰囲気に合わせすぎると、せっかく見に来てくれた視聴者さんが YouTube でもうまたテンション下げなきゃいけないのみたいな風に、まあ、ちょっと話まとまなくなっちゃったんですけど、話は少しでも楽しんでもらえる場所を作りたいっていう気持ちです。二つ目はですね、まあ皆さん以前から知ってくださってると思うんですけども、私のチャンネルって一人でやってるわけではなくて編集マンさんがいるんですね。その編集マンを食いっぱぐれさせないようにするっていうのが使命だとも思ってるんで、まあ、ある意味それも自分のこの今だからこそ負けずに頑張らなきゃなっていう、まあ、モチベーションにもなってるんで、いい意味で心の支えかなと、はい、前向きに捉えております。動画出さない方がいいのかなって本当一時期考えたりしたんですけども、やっぱ動画撮ってる時って一番楽しいし、編集してる時もそうなんですけども、まあ、これこそやりがいだから、お金もすごい大事なんだけど、それとはまた変えられないものが YouTube にはあるんじゃないのかなと思って、はい、まあ、みんな大変だからこそ支え合って今この時期を乗り越えなきゃいけないのかなと私は個人的に思っております。ちょっと気持ち悪いね、臭いなんか話みたいになっちゃったんですけども、私はあんまりこういうの話好きじゃないんですけどもなんか伝えておきたいなと思って今回は伝えさせていただきました。ゴールデンウィークでしたっけ、沖縄に6万人観光に旅行の予約してるみたいな話出てますけども、極力家にいましょう。みんなが不要不急の外出を自粛することによって、はい、この辛い時間を脱せれると思うんで、一緒に頑張りましょうっていう感じでございます、はい、今回の動画あんまり面白くなかったかもしれないけど、結構あの裏側の場面話せられたと思うんで良かったなと思います。個人的に少しでも今回の動画がためになったと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、あと
ブログのノートもやってますので、ぜひそちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。あと全然関係ないですけども、裸眼であること、よかったら感想お願いしますね。別に感想しなくてもいいですよ。自分的にはちょっと不安なだけなんで何言ってんだ、ちょっと分かんなくなっちゃって。バイバイ。